中シーズンもようやく有観客で試合をすることができるようになりました。まずは今日の日を迎えられた様々な関係者の皆様にこの場をお借りして感謝を申し上げます。そして様々な不安を抱えながら今日ここアルビーに集まっていただいたファンサポーターの皆様、本当にありがとうございます。なかなか一体感を持って、応援するのは難しい環境下にありますが、まさにワンソールの精神のもと、気持ちの面では一体感が必要な時代になっていると思います。これからも地域と共に歩むクラブとして、地元で今の役割を認識してしっかりとこのスポーツクラブを作っていきたいと思っております。今年はトップチームの方、布の新監督を迎えてスタートを切っております。早くこのアルビンでファンサポーターの生の後押しを受けてほしいなと心から思っています。残りシーズンもう半年になりますが、最後の最後まで勝利